よし。バラせねえぞ。からこんなか結構パチャパチャ追ってんだよね。ちょっと丁寧に回ってる。そのめぐちゃんのやり方だったら出そうなんだけどな。やべ、超ランカーだ。ランカー来た。バラせねえぞ。よし、よし。来た、いたね。やっと一匹。ありがとう。はい、ブルーフラットでやっと釣れてくれました。バルボーズじゃなかった俺も。よかった。はい、釣れたのは松本先生監修のホワイトオルフ17、ブルフラット、ありがとうございます。じゃあ引き続き、ね、こんな感じで打っていきたいと思います。あとメグストで1匹釣れば OK です。全然竿先に出ないで、今のもいつの間にか糸がふわーって横っ走り系だね。コンコンとかゴンとかは全くないわ。似た条件の逆サイの方行ってみるね。ちょっと新鮮なとこ打ってこう。
17ポンドで釣れました。もうほんと今さっきそこでようやく1本で、のんきなんでまだリミットしてないです。すげえ。もうやんでから出たんですか？すごいっすね。半端ないっす。ここちょっとマジかけたらいいサイズっぽいからマジ頑張って。もうどこ行っても人いっぱいだから、うん、ここで魚刺してくんの町ぐらいのつもりでやった方がいいかもしれない。平日ばっか来てるとこういう時に心が弱くなるんだよな。どうしていいか分かんなくなるんだよ。うわー、11時半か。あと2時間集中。なんやかんやな、めぐちゃん45ぐらいのかけたりすっからな。一応そこで俺がかけたのも、ここでさっき見たのも、釣れればなんかちょっとサイズここマシなの回ってるっぽいから、なんとか取りたいね。しかも多分ジグそれで来たら多分結構去年の雰囲気だといいのが来そうな。ちっちゃいのはじいてでかいのばっかかけてたもんね、豚の時は。なんかいけそうな気すんだよな。すげえ、ここ底がガビガビしてんだな。ねえ、釣れるわ。もう遅れ、もうあそこ入ってくるんじゃねえ。ちょっとだけ吹き流されます、そっちの方に。ねえ、ブルフラットトルネード発生。こうなんだよな。すいません、すいません、バスだったよ。魚がちっちゃかったか。40あるなしってとこだったな。今ので針かかんねえのか。まあ3インチだったらかかんだろうけど、4.8 だから食うって感じもあるから、これが合わせらんないんだよな俺。このボリューム感、重さの質量だから多分わざわざ食ってくれたんだろうと思うんだよな。何やってんだよな。もう時間的に絶対ミスっちゃいけねえ魚だったな。今のはでかかった。今のはでかかった。うわー、横にガーッとすげえ力強くいったんだけど、竹越しだったんだよね。あのピヨーンって竹乗り越えたら、あー、でも来てるよ。なんかそこら辺あの竹が斜め入ってて、ギルとかバスとかすげえ寄ってんだな。なんか
静かに近寄って次の定点保持の場所を決めよう。続く。